ドレートンはアメリカ海軍の駆逐艦、ポールディング級駆逐艦の一隻。艦名はパーシバル・ドレートンにちなむ。ドレートンは1909年8月19日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1910年8月22日にイージードレートンによって命名浸水し、1910年10月29日に、 艦長、H.C. リンガー少佐の指揮下収益した。ドレートンは1910年12月21日に、フロリダ州キーウェストに到着し、キューバ海域の巡航及び、東海岸での訓練に従事する。1914年4月9日に、キーウェストを出港、メキシコ沖での海上封鎖及び、紛争地域からの難民救助に従事し、6月1日に、 ニューヨークに帰還8月1日にロードアイランド州ニューポートに移動した。ドレートンはニューポート沖及びカリブ海で中立パトロールに従事し、水雷及び砲術訓練に従事した。1917年4月5日から11日までフロリダ州ジャクソンビルを訪問し、ドレートンはドイツの機遷フリーダレオンハルトを打捕。 アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦するという大統領声明に従って乗組員を抑留した。ドレートンは4月12日にバージニア州ノーフォークに到着し、翌日東海岸偵察部隊に加わり任務に、10時1917年5月4日に海外任務に備えた海州のためボストン海軍交渉に入居した。 ドレートンは1917年5月21日にマサチューセッツ州ボストンを出港しニューファンドランドのセントジョンズを経由して6月1日にアイルランドのクイーンズタウンに到着した。ドレートンはアイルランド沿岸を紹介し入港及び出港する船の護衛を行った。6月20日に弁護アヘッドが沈められドレートンは 敵潜水艦を捜索、その後42名の生存者を救助し、アイルランドのバントリーに送り届けた。6月26日から7月4日までの間に、ドレートンはサンナゼールに向かう船団を護衛し、2隻のフランス巡洋艦と共に敵潜水艦を捜索した。12月15日、ベンハムと共に食来したフォイルモアの生存者39名を救助した。 ドレートンは1918年2月15日にクイーンズタウンを出港、ブレストに向かい艦隊とともにヨーロッパ海域で活動する。対戦紹介を呼び、護衛任務を継続し、12月16日に帰国の都に着く。1919年1月2日にボストンに到着、オーバーホールが行われた。その後ドレートンは東海岸沿いに巡航。 様々な訓練及び演習を行い、7月18日にフィラデルフィア海軍造船所に到着。他の7隻の駆逐艦と共に退役の準備に入った。ドレートンは1919 19年11月17日に退役し、1933年7月1日に除籍された。その後1935年6月28日に売却された。ありがとうございます。